ちは。どうも。岩崎です。はい。インゲンができました。できました。取れ出してきたね。ほらほら。おお、いいね。まあ、収穫するときにね、向きを揃えとくと、袋詰めするときに楽ちんです。ですな。うん。はい、今日は？今日はですね、まあ、インゲンは全くいつものごとく関係なく、野菜の栽培で失敗した時の対処法ですね。おお、なるほど。うん、まあまあとにかくいっぱい失敗してきてますんで、はい、その時に私たちはどうしてきたか、はい、おそらく皆さんの参考にはなりませんが参考にならないけど、こんな風な、まあ、ある意味あのもう精神的な部分でこういう風にして、はい、頑張ってきましたというお話です。失敗って何？虫食いとかそういうこと？あ、そうね、それもあるね。例えばさ、あの、イノシシにガツンと食われるとか。ああ、はいはい。だって枝豆、あの秋鳥の枝豆巻いた時はさ、うん、その、ま、夏鳥の枝豆は綺麗に豆を食われて、はい、で、秋鳥の枝豆は芽が出てこれぐらいの新芽を全部食われて、そう、これからっていう時にね。そうそう。あと今年で言うとさ、セロリの苗を作ったけどさ、あ、はい、もう途中でカラカラになってさ、うん、もういいやと思ってさ、失敗というかね。そうね、もうね、うん、もう諦めというか、諦めというかね、はい、うん、まあそんな感じでね、はい、いろいろ失敗をするわけですよ。ほうれん草やね。そうね、ほうれん草種まいたらいいけどさ、はい、雨がその後さ結構続いてさ、そう、1週間ぐらい雨続いたからさ、水浸かりっぱなしになって芽が出るようになってしまった、うん、そう急にしちゃったね。そうよ。で結局さ、あの雑草で飲まれてさ、雑草の方が背高くなっちゃったのでね、うん、だからもっぺん耕して違うもんね、まさか ね, ね出てる分もったいないけどね。そうよ、まあそんな感じでね、まあいろいろ失敗をしまくるわけですよ、はい、もうほとんど失敗ねしまくるんで、うん、まあ、うちは失敗のしまくりに対して現実的な対処法としては、はい、あの、まあ、一つ目ね、あのいっぱい作る、いっぱい作る、はい、いろいろいっぱい作って、うん、失敗しても次があるみたいな。次があるな、なるほどね。最高で1年で50品目ぐらい作った時あるよね。もう、うん、次から次ととりあえず作るみたいなね、はい、まあそういうやり方で、まあ、現実的な対応はね、うん、してきましたね、はい、そうやね。失敗しても次があったらもうこれ失敗できひんってならへんもんね。うん、そうだからさ、1年に2品目とか3品目とかでやってるな、ね、本気のプロ農家の方はさ、うんうん、これにかけるんやみたいな、まあ、失敗もしないやろうけど、うん、まあね、それは言える、うん、うちはヘッポコでね、家庭菜園上がりからスタートしてるから、はい、何もかも知らんからさ、そうね、どんどん失敗しましたねで、まあだから一つ目はいっぱい植え付ける。いっぱい、はい、これはずっと言ってるよね。そうやね、どんな観点でもね。そうそう、まあまあ要は数打ち当たるやね。そうだね。次二つ目、はい、諦めるもう諦める。諦めちゃう、うん、諦めて、はい、なかったことにする次どう、もう記憶から消し去る、はいそれが二つ目です。ほうれん草がそうなりそうだねほうれん草はね、ほうれん草はそうならない。ならん、そうならない。草抜く、違う。ほうれん草はじゃあもう次移ら、三つ目、うん、再チャレンジ。おお、まあ諦めてそこの部分はなかったことにするけど、はい、違うところでもう一回やります。ああ、なるほどね。例えばね、あ、去年のキュウリでもそうやん。ああ、はい、去年キュウリさ、いっぱい病気出てさ、炭疽病出て、うん、もう夏までのキュウリがもう全然あかんかったやん。そう、路地は、うん、ね、だから悔しいからさ、秋取りでもっぺん再チャレンジね。そう、やったね、したね、うん、で再チャレンジしたらやっぱり病気出た、ね、やっぱり、ね、病気ばっかりやもん。そうね、まあ、だからね、とりあえずあの今、え、何番まで来たっけ、3番、3番で再チャレンジ、はい、ね、再チャレンジだからもう一回チャレンジするんだよ、うん、今年の菊菜もそうやんか、種まいてさ、あ、そうね、うん、もう枯れてしもてるけどさ、もっぺん種まいてん、種まいた、再チャレンジ、再チャレンジ、なるほど、季節が許せば再チャレンジね、はい、ああ、なるほど、いいね、うん、そういうことですよ。いいね、季節許せば、いいね、そう、季節が許せばね、はい、お天道様が許してくれればよ。そうね、うん、で、次ですね、はい、これね、ちなみにこのパックに入れてるけどね、ここからママが袋にガサッと、うん、このパックから外していけるんです締めはママがやるの。そうそう、パックはこれ、あの測るのにちょうどいいんでね、はい、椎茸パックです。そうそうパックいろいろ取ってるんで、このね、そう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 、ね、そう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 、で、何だっけ、次、次4番目、はい、もうね、そのなかったことにするっていうのと一緒なんですけど、うん、切り替えて
もうなかったことにして次に移ります。次に移る。再チャレンジではなく再チャレンジなんだけど、もう季節が許さないから。ああ、そういうことね。ああ、そういうことね。そうそう、だからさ、はいはいはい、あの例えば玉ねぎの苗作るの失敗したら、もう玉ねぎはもう苗がさ、うん、その一瞬の時期しか種まかれへん。確かに、うん、もう次ができないんだね。そうそう、だからもう切り替えて、もう玉ねぎの苗作りは諦めて苗買ってくるとかね。あ、なるほどね。それとかもうそれはもう諦めて違うそのナッパを植え付けるとかね。そうね、うん、もう違うことする、うん、それでね、やった例でいくとね、まあ、山ほどあるんやけどね。ね、そうそうそう、今年のさつまいもよ。おさつまいも、ね、何種類か植えたけど、やっぱりあの水をちゃんとやれへんかったからさ、ね、枯れてさ、そう、ね、もうあかんようになったからと思ってさ、まあ、最後まで頑張ってその再チャレンジはしたんやけど、再チャレンジしても残りの2列ぐらいは植えきれへんかってね、うん、もう諦めて、そう、ね、次に移ろうとして草だらけだったんだ、そこ。そうね、結局何もせずって。じゃあ切り替えて次に移ってないやないか。切り替えて次に移るのはね、もうあの例なんかあるっけ。あ、まあ、あのこれからやね、うん、ナッパをどんどん植えていって11月になってナッパを植えようとして、もう11月12月になってくるとナッパを植えてもしゃあなくなる。う、ね、もう切り替えて、うん、レタスに。レタスに、うん、レタス、レタスは到達しないんだよ ね、 ね、なかなかね、うん、今年のあのソバージュ栽培のトマト、ミニトマト、はい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 、もう全然ダメでな、うん、そうね、病気でな、うん、ね、もうほったらかしになって、ほったらかして、もう今もう諦めようよね。諦めて次に移ろうとしたら取れ出したね。意外に。ちょっと、それ、うん、これも次に移ってないやないか。そうだね。一個も例えになってない。進んでないじゃん。まあまあ、でもね、諦めて次のことをね、もうだからもう、多分次この、山の畑のほうれん草はさ、もう無理やから、諦めて、もっぺんざーっと書いて、うん、草処分して、で、チヂミなんかなんか植えるかね。お、うん、はい。諦めて次に移る、ありますでしょ。まあ、このここまで4つきました。はい。うん、まあ、こんな感じでね、やっていくんですけどね。ここで、番外編です。番外編、来た。野菜の栽培のことで今まで言ってたけど、うん、野菜の栽培以外で、私はママと結婚してすぐぐらいに、人生最大の大きな失敗をしてるんですよね。あれ失敗なんか？今となっては失敗ではないのかもわからんけど、うん、まず結婚してすぐぐらいにね、八百屋さんで独立して、はい、自分のお店をね、堺に持ったんですよ。8坪ぐらいだ。そう、ちっちゃなお店ね、はい、うん。1日の売り上げが最後頃1万円か2万円ぐらいだった。そうだね。いや、でまあその結局2年半ほどでお店を閉めたんですけど、はい、まあこれも失敗っちゃ失敗ですよね。まあ、ね、大失敗ね、うん、で、まあここで今まで野菜の栽培で失敗したことで、いろいろその何て言うかな、もう諦めるとか、うん、再チャレンジとか、うん、なかったことにするとか、もう全部そこのそれを八百屋さんの時にやりましたね。はい。で、やっぱいっぱいいろんなことをすればっていうのも八百屋さんの時にね、八百屋さんだけやってるからダメだったと。あ、うん、だから今農業もこなしてやってるけど。うん、こうやって YouTube もやってて、うん、あとは八百屋さんとしてね、野菜を仕入れて販売するっていうこともやって、ね、はい、だから一つだけでその自分の生き方を定めずにいろんなことをすると、うん、数打ち当たるですな。そういうこともやってるね。戻った、うん、戻ったよ。だから結局は数打ち当たるし、まあ失敗しても諦めるんやけど、その八百屋さんは諦めるけど自分を諦めない、うん、ね、作ったほうれん草を諦めても自分を諦めずに次にチャレンジ、うん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 、そういうことやね。ですな、うん、で、まあ要は切り替えて次に移ればいいんですよ、失敗したら。そういうこっちゃ、うん、まあなかったことにしてね。で、一番大事なのがね、最後、うん、一番大事ですよ。はい。何やと思う？何だろう。何やと思う？何だろう。何やと思う？頑張ろう。違うのよ、笑うんですよ、失敗したら。おー、なるほどね。笑うしかないんですよ。そらそうだ。そらそうだ。もう、八百屋さんで失敗した時もね、悲壮感漂ってたって生きていけないからね。そうね。もう笑えばいいのよ。失敗したら笑えばいいのよ。うん、はい、笑うしかないんですよ。だはは。そうよ。どうせ生きてたらもう失敗しかしないんですから。そらね。成功はたまにしかないんですから。確かに。ね。だから結局さ、この YouTube でもさ、
その俺らは別に何も楽しいこととかためになることは大して言ってない。そう、うん、結論としては明るく楽しくバカっぽくガハハッと笑ってると。まあね、うん、笑ってるから皆さんがあの夫婦の掛け合いが楽しいとかね、うん、言ってくれるわけで、はい、だから失敗したら笑うしかないんです。そうです , 笑えばいい。笑いましょう。笑いましょう。わははわっはっは、わっは、もういいよ。だからさ、あのね、ママもほら、よくパパに水かけたりさ。おお。ね、嘘ね。そういうし、ハサミ刺したりね。あ、そう、答えだ、ブスーってなあ、このカゴ持ってパパに渡そうとして、ハサミ持ってるもんやから、ここブスーって、傷、どこや、治ったよ。治ったよ。なかったことにしよう。まあ、じゃあ。まあ、だからね、そういうことで、もう、これも、夫婦間をね、円満にやるにはね、はい、こんなことで文句言わずに笑うしかない。そうです。そうです。もう、大して面白くないことを笑いましょう。はい。です。なので、うちのこの動画も面白くなくても笑ってください。笑ってください。この動画が皆さんのためになったかどうかは知らんけど。言うと思った。これは最後の決めゼリフで最近忘れてたから ね、 そうね、ちゃんと言わんとね、うん、そう、まあ、そういうことで、うん、おしまいです。はい、ありがとうございました、はい、じゃあ、あの、インゲンの続きやります、はい、それでは皆さん、さようなら。